男子競輪ファイナル。そうです、いよいよ最後の種目です。日本発祥の競輪トラックパーティーの大トリを飾るレース2レース予定しています。もう抽選を終えたライダーたちがスタンバイしています。ファイナル7位から12位が決まっていくということになりますけども、紹介していきましょうか。これは Next up, the Nikon Sports Cup Men's Caring Final. スタートリスト順、いやもう枠順に入っていきます。枠順に入ってきました。枠順まずは2枠入ってきたのがテオボスが3枠になりますか。これは2枠にテオボスが入ってくる。そしてその横にバベク、そしてドリームシーカーの2人深谷立田が入り、そして脇本は天海というメンバーになります。ファイナル7位から12位の決定戦です。はい、さあもうペーサーは動いています。さあここでスタート号砲になります。男子エリートのこの競輪ファイナルです。日刊スポーツカップとしての開催、7位から12位が決まります。6周回ペーサー離脱まではこの枠順の隊列を組んだまま動きません。さあそして戻っていきますとペーサーがここで離脱、残り3周入ってきました。さあ皆さん最後ですよ、盛り上げていきましょう。脇本がいきなり動いたぞ、いけ脇本、早い。チリのワールドカップメダリストも出場していたそのワールドカップで見事脇本がワールドカップ優勝。そしてもあっという間にラスト鐘が鳴る、ラスト1周ファイナルラップへと入る。うわ脇本このまま行くんじゃないか、こんな勝ち方があるんでしょうか。候補選手たちは何をしているんだ。第3コーナー入っていく、脇本そのまま逃げているか。これはすごい、これはすごい、これがワールドカップ始まる力だ。脇本いった、脇本優太、わはこんな勝ち方があるのかという新たなパターンを見せてくれました。残り3周で他の選手は笑っています。いやーすごい、アジアを2014年に制し、そして2017-2018 シーズンワールドカップ競輪優勝、まあその競輪優勝にはオリンピックメダリストもいた、そんな中で優勝したやはり力がある脇本雄太。これね、ペーサー離脱から一気に動いた脇本雄太、脇本雄太選手素晴らしかったという方は大きな拍手をお願いします。